今回は限りなく透明に凛として生きる日本のマザー・テレサが明かす幸せの光を紹介します一粒一声一手間を丁寧に今を生きると幸福の種が芽吹く揺れる心を穏やかに整える51の気づき里藤発明先生の集大成ともいえる著書と感じました何かになろうとしなくても それはすすででにに自分のの中にあるものです透明になって真実に生きていればそれが必ず真実となって現れますだから私たちに今できることはただ精一杯毎日を真面目に丁寧に生きていくこれだけだと思うのですこれほど本質が詰まった文章に出会った経験はこれまでなかったかもしれない奇策やノウハウなどいらないから。 本質に沿って丁寧に生きていけばそれでいいんだとまさに無限の安心感に包まれる一冊ですこんな世の中だからこそ生きる指針になるそんな本です以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします